さあオリンピックの残り1枠をかけましてどういったドラマが生まれるんでしょうか。まず荒川静香が登場いたしました。とにかく一つもミスが許されないという2分40秒のショートプログラム。4年間の成果をこのわずかな時間に集約させます。伊藤さん、この荒川すぐにという順番になったわけですね。そうですね、精神的には、はい、荒川選手の方が伸び伸びといくんじゃないでしょうか。最初コンビネーションジャンプ、トリプルルッツがダブルトーループ、ダブルルッツダブルトーループになりましたね。3回2回の予定が2回2回になりました。この一騎打ちという形になるかどうかという荒川と、そしてすぐり、伊藤さん、ジャンプの内容はですね、2人とも同じなんですね。そうですね。それだけにいかにパーフェクトに近い演技ができるかどうか。さあステップから直ちに行うトリプルジャンプ、最初失敗しているだけに、バッとトリプルフリップ、なんとか抑えましたね。なんとか捉えました。このショートに関しての滑走順というのは実は抽選で決められるわけですけれども、どういった運命なのか、この2人が、ね、続いて滑るという形になりまして、荒川選手はコンスタントに確率よくコンビネーション飛んでましたけど、はい、本番ではやはり飛べなかったということはやっぱり随分緊張してるんでしょうかね。そうですか。綺麗なスパイラル、こちらの舞台になっている大阪に入ってきてからは非常に対照的な表情でしたが、荒川の方がどちらかというとリラックスしたムード、すぐりの方が一人音楽を聴きながら集中しているという、そういった姿が見られてました。アンゲーラの曲に乗って最後のジャンプ、はい、ダブルアクセル、得意のジャンプ、これは綺麗に入りました。ソルトレークシティオリンピックはそんなに意識はしていませんというようなことを言っていました。どれだけ自分の演技に集中できるかという荒川。さあ荒川の得点が出ます。まず要求された要素をどれだけこなしたかという6点満点ですが、4.8 から5.2 というジャッジが3人います。プレゼンテーション、そして表現力はぐっと上がりました。 5.5 が並んでジャッジは全1位をつけました。この時点で荒川がトップに立ちました。緊張しました。緊張してなかったのが逆に良くなかったのかなって思います。